とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は少し前にクリアできなかった場所を再挑戦していきます。薄暗いジャングルのデイリーチャレンジですね。ちょっと変更点が変わってるんだけども、苦痛の矢に変わって 30% HP 増加で、クリーパーに置き換わるっていうやつですね。装備これでいきます。ハープクロスボウですね。無限ダイナモではありません。苦痛の矢なので意味がないので、こっちの方をつけてきております。で、アーティファクトが、キノコ、アミュレットで、苦痛の矢筒を装備して、まずソウルを集めて無限増殖します。で、増殖が終わったらば何か違うやつをつけましょうかね。はい、では行きまーす。それでは行きましょう。アミュレット使うと結構防御力も上がっていい感じだよね。で、しかも今回は HP が 30% 上がる場所なので、これはダメージもそんなに受けないんじゃない。で、さらにポーション効果で防御力もさらに上がるよね。上がるよね。左側にちゃんと表示があるんで、多分アミュレットの効果にさらにつくんじゃない。うん、ポーションと 50% カットがさ、これは相当強いぞ。 OKOK。 ちょっと待って、でもねこれさ、味方回復ついてるときついね。 OK で、ダイナモがないからやっぱり火力はね若干いまいち。まあ安全にはいけるんだけどね、このね、普通のやつだったら安全にはいけるんだけども、ちょっと遅いかな。やべ、危ね、これはやばいね。あ、ちょっと下。まあ、とにかくクリーパーすっごい来ると思うんで、そこはちょっと注意していきましょうよ。クリーパーはマジでこのクエストにはめちゃくちゃ出てくる。危ねえ。あ、でもそんなダメージ食らわん。そっか、そりゃそうよね。やっぱ防御力がほんといい感じです。いきましょう。キャプテンはほぼほぼ絶対6体いると思うんで、倒しながらいきます。お、キャプテンいましたね。で、やっぱね、このクリティカルがついてるハーフクロスもいいね。クリティカルが矢筒で出てきてくれて、かなりダメージ与えれる。ほらっていう、これはいい感じだ。ちょっと待って、ノックバックしないからね、キャプテンはダメージが取りにくい。あぶね。とりあえず旗を取っておきましょう。オッケー。おいおい、ちょっと待って、これはやばい。危なかった。ちょっと待てって、すごいね。再生かなんかついてるやついた。あ、やっぱトゲだけか。あと味方回復ね。で、キャプテンもう一体いる。オッケー、いい感じだよ。あー、矢はどうだろうね。800本足りるかな。ちょっと微妙な感じかもしれませんけども、いくぞ。あー、普通に攻撃した方がいい。じゃあ脅威が2ですね。中には、あ、ここはいませんね。先進みます。お、いた。 OK、 序盤に結構いてくれるっていうのは嬉しいところやね。 OK、 ガチで叩き合った方が倒しやすい。おお、序盤で脅威3か。そうか、神秘なしで脅威のみ。いる、キャプテンいるけど、なんかすっごいな、ここいいよ。弓をガシガシ打っていけばいける。ちょっとテンポセフトが鬱陶しいね。テンポセフト鬱陶しい。 OK、 何ラッシュと、あ、味方回復か。回復系鬱陶しいな。ちょっと待て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 、すごいすごいすごい、えらいこっちゃ。よっしゃよっしゃ、
ちょっと待って、タイレントやめろ、変なのつきすぎ。ちょっと待って、まず取らせて。何、モブ HP が 30% 増加ね。 OKOK、 これぐらいならいける。うわー、かてえ、再生付き。もういないか、先には。あー、固まるな。よし、ちょっと待って、再生付きマジ硬いぞ。よし、 OKOK、 キャプテンあと2体ですね。まあこれは結構序盤にいるかもしれない、もしくは最後かな。いた、いました、いました、いました。どっちだ、上か。 OK、 行きましょう。ちょっと鬱陶しいな。やべ、これは結構やっぱきついね。よし、 OK。 あー、ちょっと待って、ここはね、ドラが欲しい。ドラでいけ。おいおい、なかなか HP 上がってるな。脅威3に 30% だからね。どう、待ち伏せを持ってるか。ああー、待ち伏せのエンチャントは確かあれだよね、敵のやつは 100% あの効果を発揮するんで、まあまあ全員が 10% ダメージが上がるってやつか。まあまあまあ全然 10% だったらいいや。次、あと1体か。キャプテンいた。ちょっと待てよ、とにかく敵が多いのよ今回。むちゃくちゃ敵が多い。ちょっと待って、テンポセット持ってるやついる。あ、違う、霊気か、ただの霊気。ちょい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 、来た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 。ちょっと待って、めちゃくちゃ勝て、やべ、やばい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 、これ完全にやばい。おい、勝てーな。最後、なんだ、プレイヤーダメージが 60% 減少する。これは厳しいって、これ相当厳しいぞ。もうちょっとで最後ですね。しかし厳しい、あのね、敵の HP がもうエグすぎて全然倒せないのよ。なんでクリアにものすごい時間かかってます。もう40分ぐらいかかってるもんね、ここまでで。これクリアするの1時間ぐらいかかるんじゃないの。マジで敵がね、 HP 高すぎる。まあこっちのね、ダメージが減ってるっていうのがでかいんだろうけどね。すんごい死なない、やばいねこれ。 OK、 行きましょう。最後の戦い、長かった、マジで長かった。ちょっと待てよ。 OK、 とりあえずポーションバリア使っていけるところはもう使ってゴリゴリいきましょう。よし、ポーションバリアを回復させつつやっていかんとね。 OKOKOK、 いやー、リープリーフが毎回湧き上がる。リープリーフが毎回湧くとね、厳しいんだって。まあ、ナイトモードじゃないだけね、だいぶマシなんですけどね。ナイトモード来たらマジで積んでる。これは確か前回やられた時はナイトモードが来たんだよね。あれは無理、うん、ナイトモードは無理です、この状況で来られると。 OK、 うーん、勝てえな。 OK、 いける。待ち伏せ付き、はいはい、いいよいいよ。 OK、 ここで倒しきろう。いや、硬えな、むちゃくちゃ硬い。ちょっと待って、ポーションバリアを回復させつつやりましょう。 OK、 はい、硬いね。もうドラがないとどうしようもない、これ。どうだ、オッケー。やっぱね、3倍3倍になるとだいぶ強い。うーん、食らったら死にそう。
あぶねえ。これでやろう。まだ続くもんね。まだ続くよね。オッケーオッケーオッケー。極力ポーションバリアを回復させつつ逃げろ。うわー、リブリフいるんかい。毎回出るなお前は本当に。あ、ここ OK。 極力安全地帯を使って、おいって、もう出てくんなって。うわー、いや、いける。でもこっちのリープリーフが無理だな。ちょっと待って、ちょっと待て。あぶねえ、あぶな、回復危ないよ本当に。よし、まだおる、まだ、あ、これ最後だ、間違いない、これ最後のはず。やばい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 、これはまずいって。ちょっと待って、ツタない、ツタ、ツタ出ない。あ、いたいたいた、おい、あ、ここで行こう。あぶねえ、ここで行けるね。よし、あぶねえ、こういう安全地帯とかをちょくちょく使いながら行かないと。お、あぶねえ、無理だったね。はい、クリアです。とにかく長かった、1時間近くかかって、なんとかクリアしましたね。やっぱりプレイヤーダメージが 60% 減ってモブの HP も増えてるなら倒せない。まあモブ HP 30% でまだマシだったけども、これがね100何パーセントとか上がった時は無理ゲーだな。よかったです、クリアできました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。